それでは、次の爆弾の方ですね、小野寺さん、前へお願いします。小野寺博さんです。紹介していただく本ですね、あの夏のエースたちというタイトルになります。準備は大丈夫ですか？はい、はい、それでは始めます。用意スタート。自分が紹介する本はあの夏のエースたちです。この本は、まあ、夏の甲子園、夏の甲子園優勝投手の人たちの、まあ、一部の人たちについての話が載っていて、まあ、自分が、まあ注目したのは、あの茨城県に、取っ手に行こうってのがあって、その取っ手に行こうってのが、取っ手に行こうってのは、その時の時代にあの KK コンビってのがあって、その KK コンビってのがあの桑田真澄と清原和博なんですけど、その時にあの一度練習試合で清原と、まあ、桑田が茨城県に招待されて、それでその時もう本当のエースはあの肩壊してて試合に出れなくて、まあ、その結果の、まあ、桑田がその試合であの、まあ、1安打完封で13対0で勝ったんですが、その時の取っ手2校のメンバーは、まあ1軍ではなくて2軍だったんですけど、まあその2軍は、その練習についてきなくて多分サボってて、で夏が近づいてから練習するようになって、で結局あの桑田甲子園、その取っ手に行こうは甲子園に行けたんですけど、それで PL もその時来て、で PL も決勝まで勝ち進んで、取っ手に行こうも決勝まで勝ち進んで、それで、まあ、その時に KK コンビの、まあ、PA 学園とかは取っ手にこうなんかもう13対0で勝ってたんで、あの相手にならないと思ってたらしいんですけど、まあ、その時エースが投げてないんで、エースとかもう1軍メンバーが出てないから甘く、あの全てその試合が勝てると思っていたんですが、まあ、10回表までその試合がいって、まあ、4対4ってなって、その、まあ、その時、まあ、桑田は、まあ、プロ注目とか言われてたんですけど、でその時ワンアウトランナー1塁で、まあ、球が、まあ、ボール球、高い球が来て、それで、まあ、そのまま、スリーランホームランを打たれたんですけど、で、その時の優勝ピッチャーが、まあ、日本石油ってところに行って、そのままプロに行ったんですが、結局、6年間プレーして、25試合しか投げてなくて、まあ、1勝しかしないで、最後は横浜で打撃投手としてやったのですが、なんか2008年に41歳の若さで
亡くなったってわけで、まあ、いろいろこの本にはその人たちの人生が書かされています。で、まあ、はい、終わります。ありがとうございます。皆さん拍手お願いします。それではディスカッションに移ります。質問のある方ぜひ手を挙げてください。まだ質問してない方も積極的に手を挙げてください。お願いします。はい、この作者さんいますけど、これってなんか章ごとになんか3人分けて書かれてるとか、なんか編長みたいな感じなんですか。まあそういうわけですね。このなんか藤波っていう選手がいるんですけど、その選手を紹介してるのは、まあ、なんか橋本っていう人で、なんか甲子園で、その人も甲子園で優勝した、話連覇したんですけど、その人とか、まあ、多分他の人たちは、まあ、なんか、まあ、野球やった時ないけど、まあ、その、なんか調べた人だと思います。ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃいますか。お願いします。小野寺さんがそれ読まれて一番印象に残ったのってどんなところですか。はい、試合ですか。試合ですか。選手ですか。その本を読まれて、まあ、田中将大です。その時斉藤佑樹とかいたんですけど、その時に甲子園に入った時に、ウイルス性、胃腸炎がなってて、38度以上の熱が出てて、それでも試合に出て、まあ、結局負けちゃったんですけど、まあ、その話とか、まあ、今結局すごい記憶残してるんで、そういうことが印象に残りました。はい、ありがとうございます。皆さんもう一度大きな拍手お願いします。ありがとうございます。いいですね。ここに来て野球の話っていうので、非常に青春っぽさがあっていいと思います。いろんな本が出ますね。面白いですね。